ラゲのニックネームまで頂戴したロッテの伊良部秀樹投手、未完の大器がついに本領発揮です。伊良部クラゲというね、あだ名がついたわけですけれども、結構じゃあ厳しいところ投げるからですかね、僕がないところなんですが、初回まずランナー二塁から3番石毛がタイムリーツーベースを放ち、大事な大事な先取点を奪います。続く清原が記念すべき1000本安打でチャンスを広げると、秋山のフォアボールなどで2アウト満塁。ここで7番田辺が押し出しのフォアボールでラッキーな2点目。西武強固層の雰囲気が漂います。ところが意表をついて先発となった藤本が2回、犠牲フライで1点を失うと、2アウトから8番城詰にもタイムリーを許し、2対2の同点。やはり今日もダメなのか、西武に暗雲が垂れ込めます。しかし点が取れるときはこんなもの。4回ワンアウト1塁3塁から戸間篠のこの当たりで三塁ランナー鈴木健がホームイン。伊良部を捕まえることはできませんが、なんとか勝ち越しに成功します。この1点を必死に守る西武は2人目香取から、3人目には左肩が心配される工藤を投入。さらに8回途中からは塩崎をつぎ込み逃げ切りを図ります。そして9回簡単に2アウトを取って、いよいよあと1人、マジック1となって10日目。ファンも選手も待ちに待った瞬間です。球児ファーストゴロ、清原がっちり取って、そしてベースを踏んだ、スリーアウト。この瞬間絶頂目を上げたということは、こちら史上初の4年連続最多勝を狙う近鉄野茂にとっては絶対に負けられない試合。立ち上がりから奪三振ショーでロッテ打線をねじ伏せます。味方打線も4回のこの中根のホームランなどで3点を奪い、野茂を必死に援護します。ところが3対1で迎えた7回、2アウト1塁から4番ホールに手痛い一発。この回を抑えられれば赤堀の投入もあっただけに悔やまれる1球となります。それでも8回には4対3と再びリードを奪ったんですが、今日はいつになく勝利への執念を見せるロッテ。その裏の南口のスクイズが成功して、またまた4対4の同点となります。しかし野茂には次が味方してくれました。延長10回、1塁3塁から三山のこの当たりをロッテ内野陣がミスしてポトリ。結局これが決勝点となって、野茂は16勝目を挙げ、最多勝に望みをつなぎました。130試合終わりたいと思っております。ぜひとも勝ちたい本拠地最終戦に2桁勝利を狙う前田が登板。1対0とロッテリードで迎えた7回、ノーアウト1塁2塁から大石に左中間に逆転タイムリーツーベースを浴びます。この回さらに2点を失い、前田はナックアウト。ファンのためにも頑張りたいところですが、近鉄吉井の前に10安打を放ちながらも1点しか奪えずゲームセット。4対1で敗れたロッテ、来年は日本ハムのような旋風を巻き起こしてほしいものです。突如現れた懐かしの顔、デストラーデ。日本シリーズ第1戦のゲストを兼ねて、あのデストラーデが西武ナインに激励のご挨拶。その前で今日の AK4 はというと、4番清原は早出徳田の締めくくりを自ら祝う久々の2安打。オールスターの MVP 以外、今年もタイトルが取れなかった分、日本シリーズでは MVP を狙いますと誓ってみせると、日本シリーズの鍵を握る男、5番秋山はうまく右中間へ運ぶツーベースヒット。親友デストラーデに笑顔をプレゼントします。またライオンズのシリーズ秘密兵器、未完の大砲垣内が左投手からきっちりホームランを放つなど戦力をアピール。そしてゲーム後は全選手が日本一を固く約束。なおこれで辻選手は球団史上初の首位打者のタイトルを獲得し